サソレの映画オタク神谷です。今回ご紹介するのはこちら1941という映画をご紹介いたします。こちらはなんとスピルバーグが監督する幻のカルト映画なんですね。しかも脚本家にロバート・ゼミキスって書いてあるんですけど、こちらはあのバック・トゥ・ザ・フューチャーのシリーズ、あとフォレスト・ガンプとか、この監督の脚本家時代に参加してた映画で、実はすごい名作だったんですけど、日本では大ゴケした伝説のスピルバーグ史上最大の失敗作と言われた映画ですね。なんで失敗したのか、すんごい面白かったんですけど、出てる人も、ジョン・ベルーシーとダイアン・クロイドっていうあのブルース・ブラザーズのコンビの人が主人公をやってますね。ダイアン・クロイドがものすげえ狂ってました。そして日本人キャストとしてなんと三船敏郎が出ているっていう、すげえ映画なんですね。なんせ音が超でかくて、これはもしご覧になるときはバゴンで動画聞いてください。もう苦情とか全然気にしない。第二次世界大戦の話なんですね。まあ1941ってタイトルが出てるように真珠湾攻撃の後の話なんですね。でこれ多分タイトル聞いた人は真面目な戦争映画を連想したと思うんですけど、もうこんなに狂ってるコメディ映画はありません。でアメリカ史上最もお金をかけたコメディ映画って言われてますね。これとブルース・ブラザーズがですね。ですごいんですよ、物をぶっ壊すぶっ壊すで。実はこの映画意外なところに影響を及ぼしてまして、つい最近半年間のロングランヒットを遂げた、ガールズ&パンザーの劇場版でですね、敵に囲まれた先輩たちを助けるために1年生が観覧車を転がして助けるシーンがあるんですね。見た人は分かると思うんですけど、その時の作戦名が三船作戦って言うんですけど、まんまこれから来てるんですね。こんな時代を経てすごいところに影響を与えていた。脇を固めてる人も実はドイツ人症候薬でクリストファー・ウォーケンとか出てて、お前こんな映画出てたのかっていう、ちょっとびっくりするキャスティングが出てます。ジョン・キャンディーって人も出てまして、70年代80年代のアメリカのコメディ映画でよく顔を出してた人ですね。クール・ランニングですごいいいコーチ役をやってた人です。当時の評価は何て言うんですかね、品がないとか、ストーリー性がないとか、上品じゃないならなんだかんだって言ってますけど、コメディ映画に上品さ求めんじゃねえよと、三船敏郎が出てんだからもっと褒めてやれよと。三船敏郎がこの映画を出た経歴っていうのが、まずジョージ・ルーカスに映画を誘われたらしいんですね。で当時三船プロのスタッフとか三船敏郎本人も、当時無名だったジョージ・ルーカス監督の映画に、いや無名の監督だし SF 映画とか俺いいわって言って断ったんですけど、それが後にスター・ウォーズだったことが発覚しまして、三船敏郎がすごい後悔をしたらしいんですね。その後すぐにスピルバーグが三船敏郎に映画出てくれないかって言われて、ああじゃあ出る出るって言って、しかももうスピルバーグはその時名前が売れてましたから慌てて出たんですけど、こういう結果に終わってしまったという。なんでこの時代売れなかったのかなと思った。時代がちょっと早すぎたのかもしれないですね。素晴らしいんです、今でこそ見てもらいたいです。俺の一押しです。1941ご覧になってみてください。